者さんのつぶやき。こんにちは、小池デンタルクリニックの小池です。さあ、今日は成人式っていうことでね、皆さん大人になりましたっていう、そういう式ですよね。みんな当たり前にこうやってますけれども、まあ成人式ってどこの国でもそういうことやってんのかななんてたまにふっと思ったりするんですが、さて、まあ式に出席されてる方とかね、やっぱりこういう時って身なりをこう綺麗にね整えて、普段はこうラフな格好してる人でもピシッとねスーツ着たりとか着物を着たりとか、ちょっと可愛らしいドレス着たりとか、みんないろいろね着飾ってたりしてるものだと思います。そうした中ね、写真もいっぱい撮ったりとかね、みんなで記念にね残すようなことをしてると思うんですが、そういった時、ちゃんと自信持って笑えてますかっていうのが、例えば笑った時の口元、そういったところで、ちょっと虫歯で黒いところがありましたとか、歯が欠けてる状態ですとか、そういった状態じゃなかったですかっていうことですよね。まあ今この放送を聞いてるぐらいで言うと、今ちょうど式の真っ最中とか、そういう時間帯になるのかな、になると思うんで、実際成人の人が聞いてるかどうかっていうと、ちょっと聞いてないんじゃないかとは思ったりもするんですが、まあ成人の人に限らずね、結局何かそういった大きいね、舞台って言ったらおかしいけど、自分の晴れの舞台という時に、その時になってふっと思って、あ、笑おうと思ったけどちょっと口元が気になって大きく笑えない、そういう風にならないようにね、常日頃から、しっかりとねお手入れをして綺麗な口元を保っておけばね、そういったことにならずに済みますよっていうことを、まあつなげていこうかなっていう感じでね、お話をしようとしてるんですけれども、まあ結局突然になってねバタバタ慌ててやろうとしても、やっぱりこう歯医者さん通われた方はわかると思うんですが、すぐに治るものではないです。ですからやっぱりちょっとこう笑った時にいい口元で、例えば今成人を迎えたこうお嬢さん方っていうなると、何年か経てばね、今度はこう結婚式っていうような形もね、まあ男性よりも早く結婚される方も多くなると思うんで、そうすると、逆に今のうちからねしっかりとこう口元を整えていって、綺麗な口元でね素敵な旦那さんをゲットするというのじゃないけど、まあとりあえずね、本当にその場になって慌てても遅いんで、結婚式の1ヶ月ぐらい前になって、ちょっと結婚式があるんで綺麗にしてくださいって言われても、例えば銀歯になってるとこが全部治りますかって言われても、これはやっぱり無理です、ね。ですからその時になって慌てないようにするためには、事前に、まあ、今のうちからって言ったらおかしいけど、早いうちからちゃんと歯医者さんに通って相談して、ついついこういったことがあるので、それまでに綺麗な口元にしたいんですけども、これはどのぐらい期間がかかりますかとか、そういったことをちゃんと、ご相談されておくといいかと思います。これがですね、例えば人によってはね、口元、本当に綺麗な口元を作るために1年がかりとかね、そういった形でね、時間期間がかかる人たちもやっぱりいるわけです。もっとかかる人もいますよ。ですからそうするとね、本人がどんなに長くても半年あれば大丈夫だろうとかね、3ヶ月もあれば大丈夫さなんて高をくくってね、歯医者さんに行ったら、とてもじゃないけどそこには間に合いませんなんていうことになってしまうとね、やっぱりこうせっかくのね、こう例えば晴れの舞台の時にしっかり笑えないとか、そういったところで出てくる美味しい食事が食べれなかったとか、そういったことはやっぱりね残念だと思いますので、そういった時元気よくこう笑って写真に残って、そして美味しいものも食べてっていうね、何も気にせずにいられるように、今のうちからねしっかり手入れしていただければと思ったりするわけです。まあこれはね、例えばそういったお子さんを抱えてる親御さんもそうですよ。例えば娘さん息子さんとかがそろそろ結婚しそうだなんていうようなね、そういった雰囲気を醸し出している方、ね、結婚式の時に自分たちがねしっかりにって笑えますかっていう形です。口元がやっぱり黒くなってたりとかね、差し歯がこう古いものが巻き色になってるような感じだったりとか、そういった状態でやっぱりこう写真に残るっていうのは、後で見直した時にね、自分もやっぱりちょっとこうなんていうのかな、照れちゃうって言ったらおかしいけどね、ちょっともう少しこう綺麗にしとけばよかったななんてね思っちゃう時もあるかと思うんでね、そうならないように、早め早めで歯医者さんに行っておくことをお勧めしておきます。
新年にね、切り替わったばかりですし、一つ気持ちを切り替えてね、ちょっと歯医者さんに行ってみて、すいません、私の口の中しっかり治すとしたらどのぐらい期間かかりますかね、なんて相談されても、またこう新年のね、年の初めのこう目標としてもいいんじゃないかと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。